配信開始できました。まあ、このままちょっと話を続けていこうかと思いますけれども、物語三昧ラジオの、オフ会の特別編の物語マインドマップの講義、今回第3回ということでやらせてもらおうかと思います。まあ、ホストの LD です。よろしくお願いします。すいません、カエンさん、もう一度になりますけれども。カエンです。よろしくお願いします。はい、ペトロニュースさん。はい、どうも、ペトロニュースです。よろしくお願いします。で、今回ちょっとあまり時間が取れなくて、1時間半で、終わっていこうかというふうに思っています。まあ、1時間半でちょっと足りなかった場合っていうのは、またちょっと次回以降に回させてもらうという形で、行こうかなというふうに思ってますんで、そういう形でよろしくお願いします。で、まあ、早速始めていこうと思います。前回の話っていうのが、まあ、タイトルで善悪逆転の物語っていうようなふうにつけさせてもらったんですけれども、まあ、ここに出してるように、まあ、もともとなんていうか、竜退治っていうのを、まあ、モチーフにした、ヒーローものっていうのが話を進め、出てきて、作られまして、まあ、いろんなヒーローものを作らして、が生まれていったんですけれども、まあ、その中で、なんていうんですかね、敵の組織というか、敵型っていうのは一体何を考えてるんだっていうようなこととかですね、まあ、例えばどうして世界征服するんだとか、まあ、どうして人類を滅ぼしたいんだとか、というような話を、言わしていくと、まあ、だんだんと敵型の方が、のロジックというか、そういう部分が進化というか、まあ、深まっていきまして、そうすると、なんていうか、相手の言ってることに納得してしまえるというか、むしろ、なんていうか、人類って悪なんじゃないっていうような、そういう考え方に、なんていうか、なっていくというような、話をさせてもらいました。で、その流れの中で、まあ、デビルマンっていう、もう人間こそが悪だったんだ、みたいなことを言って、人類滅亡してしまうような物語っていうのが生まれてきたと。で、その後なんていうか、まあ、ある種この手の、なんていうんですかね、ロジックみたいのが乗るっていうのは、まあ、フォーマット化するというか、作法になるというか、そういうような、なんていうか、時期がその後ずっと続いていくんですよね。ある程度なんていうか単純明快に正義の味方のものをやっていますよっていうような話もあるんですけれども、ちょっと悪の方になんでそういうことしてるのっていう事情を聞くと、まあ、デビルマンとかサイボーグ009とかで述べられてたような、サイボーグ009の、まあ、ないんですね、とかで述べられてたような、ロジックというか、まあ人間の中に悪があるからだとか、人間こそが悪いんだとか、そういうような話とかをしていくって、っていうのが、ちょっとある種定番化していくようなところがありますね。で、そういった中で、まあ、終末論と、まあ、ノストラダモスの大予言と合わせて、1999年に合わせて、向けて、終末論っていうのが、まあ、出てきて、それと相まって、なんていうか、こう、まあ、物語っていうのが、いろんなもので作られていくんですけれども、まあ、その終末論の反証として、風の谷のナウシカや寄生獣っていうのが、1999年前に、あるいは地下鉄サリン事件前にそういう答えが出てきたっていう話をしています。で、前回、ナウシカや寄生獣の話は前回細かくやってるので、そちらの方の動画を見てくださいと。で、ちょっともう一つその前、ちょっと強調しておきたいところがありまして、まあ、これらのなんていうか影響っていうのが、日本の方で、まあ、太平洋戦争の終戦とかで、まあ、自分が信じてたものが実は悪だったっていうような、衝撃とか、あるいは戦争ってのはやっぱり、良くないんだと、いうような、なんていうか、まあ、衝撃ですよね。そういうようなものを受けて、日本のその後の、なんていうか、ヒーローっていうのが、まあ、それらの影響力を非常に強く受けてやっているというような話をしたんですけれども、今の、なんていうんですかね、人間こそ悪だったんだっていうような方についても、やっぱりそれは言えるんですよね。言えるというか、なんていうんですかね。他の地方とかそういうところだと、日本、まあ僕の感覚的な話ですけどね。日本よりは、
何であろうと自分たちを、なんていうか、滅ぼしてくるものは悪なんだっていうような考え方に割とサバッといけるような気がするんですよね。そこは日本が今言ったような影響がちょっとあるんで、こういうふうになんていうか、理詰めで人間っていうのが悪なんだっていうことをやられてしまうと、なんていうか、善悪逆転の考え方とか、反省の逆転、考え方とか、そういうものも相まって、そうかもしれないと。いうように思ってしまう傾向が強いんじゃないかなと思ってます。で、その強さが結構その、今のなんていうか、日本のなんていうか、まあ、少年向け、少女向けの物語とかですね、そういうものの、なんていうか、いろんな多様化っていうのを生み出していったんじゃないかなっていうふうに、ちょっと僕は思っています。で、そんな感じで、で、第3回がちょっとその、別、今これ、こっち、タイトルで流体時の悲願っていうのを書いたんですけれども、まあ、それはどうなっていくかっていうところをちょっと後々説明していくとして、第3回っていうのは、これ、なんていうか、第3回でまず一つ目に言っておきたいのは、これ基本的には何ていうんですかね、善悪で考えてるとか、だから善悪が逆転するというか、悪人の意見を聞いていたら、実はそっち側の方が正しかったんじゃないかとか、実は人間の方が悪だったんじゃないかとか、そういう、なんていうか、考え方に基づいて、この、なんていうか、物語っていうのは、なんていうか、描かれていってるんですよね。なんで、はい。ちょっと簡単に、サマライズすると、はい、まあ、竜太寺の物語ということで、まあ、仮に竜を悪というふうに、はい、設定したときに、その善である自分と悪である、まあ、竜、敵というのが、はい、まあ、二つに分かれる二元的な対立を生み出して、はい、で、それが戦うっていうのの、完全懲悪の物語っていうのが生まれてきましたよと、最初にと。はい、で、だけど、そこで悪の方の理由をちゃんと聞いていきましょうというふうに話を進んでいくと、はい、その悪の側にもやっぱり理由があるよねと。で、その理由が結構、あれ、これもしかして悪じゃないんじゃないみたいな形になっていくっていう風な流れで、ただその時の流れっていうのの構造は常に善と悪が必ずありますという風なことでやっていくと、最後に善と悪が逆転してしまうと、まあ、究極のじゃあ、悪と敵は誰だったかというと、その天使から究極の悪はお前ら人類だという風に告発されるという風な流れがあって、はい、で、その人類が悪であるということに対しての答えが出せない袋小路に入ってしまいましたと。はい、で、袋小路に入ってしまったところから、じゃあどうやって答えるんだということで、まあ長きにわたりその答えは出なかったんだけれども、はい、ノストラダムスの予言の1999年の、前に、はい、風の谷のナウシカの漫画版宮崎駿と、はい、それと寄生獣、はい、あの人の作者の名前は何でしたっけ？岩明仁さんですね。はい、で、の寄生獣によって、まあ、答えが出たと。その答えというのは何かというと、はい、その、まあ、善と悪が対立していくと、まあ、世界が最終的に終わってしまうという終末論に向かっていくところなんだけど、はい、要はその終末論というのを、まあ、だから善と悪の対立によって世界が滅びていくっていう流れのことに付き合う必要ありませんよっていう多分答えなんですよね。で、それぞれちょっと具体的には違うけれども、はい、具体的には違いますけどね、はいはい、というような大きな、物語の類型、はい、ここで言うとアーキタイプという言い方をしてますよね。はい、だ原型っていう言い方ですけども、はい、っていうのがずっとあるということが一つ の、はい、ルートとして、前回の、第2章で見ましたと。そうです、ね、でこれはその第1章で設定した、まあ、男の子の物語としての流体時、はい、女の子の物語としての、はい、シンデレラストーリーと、はい、変身物語ですね。はい、この2つの、まあ、大きな流れの中で、これ第一章でやったことですよね。だから、はい、神話の、類型っていうのを最初のスタート地点に考えたときに、その流体時っていうのがどういうふうに分岐するのかっていうことの分岐の一つとして、これを考えていきましたと。はい。いうのでよろしいですよね。そうなります。なんかおかしいところはないでしょうか、今僕が言った理解のところで。おかしいところはないです。で、はい。で、それで、はい、そこの流れ、
が、まあ、一つありますよというところで第2章が終わったんだけれども、はい、第3章では、じゃあこの龍太一の悲願、富野から庵野に至るロボットアニメの20年というのが今回のタイトルですけれども、はい、要はこのルートじゃないルートの話をこれからするというふうに考えればよろしいでしょうか。そうですね。そうですね。そうなります。はい。わかりました、はい。はい。ちょっとこれサマライズだけさせていただきました。はい。どうぞ。じゃあ。で、今のサマリーに乗ってちょっと言っていくとですね、まあ、さっきちょっと、途中まで喋ってたように、なんていうんですかね、例えばサイボーグ009の石森章太郎先生とかは、ゲンマ大戦とかそういうの、まあ、平井和正先生含めた、ゲンマ大戦とかそういうのを、作ろうとして、またそれも未完に終わってるように、なんていうんですかね、善と悪の物語っていうのに割とこだわっているところがあって、石森先生の方は、おそらくですけどね、究極の悪と戦わしたいと思ったんですよね。僕が作り出したサイボーグ009を、究極の悪と戦わしたいと思ったわけですよ。だから、ブラックゴーストの最後のやつもよくわからないやつですし、天使編っていうのもそうなってくると。で、前回の話の中で、天使、神から、お前たちは悪だって言われることが、なんていうか、究極の悪との出会いなんだと。いうようなことを、なんていうか、そこにたどり着いてると。逆に言うと、ここで、善悪二元論の崩壊ってどっかに書いたと思うんですけど、あ、書いてないか。まあ、いや、絶対悪の系譜って書いたように、これはなんていうか、究極の悪は何かっていうような、要は、最強の敵って何かっていう言い方に書いてあるんですけれど、最強の敵って何かっていうロジックで、組まれていった物語なんですよね。それに対してこれから話すのは、悪の組織っていうのを、悪の組織っていうか悪側の人たちっていうのを考えていたときに、これ善悪二元論の方からこっち側の方ですね。考えていたときに、二つの考え方がちょっとサマリーとして、言わせてもらうと出てくるわけですよ。今ちょっと絶対悪っていうのは何かっていうことで神にたどり着いてたんですけど、そもそもこの話、なんていうか、悪側の理論を、なんていうか、こなせばこなすほど、相対化していきますよね、善と悪が。自分らが絶対的な善じゃないっていう告発の方が、ある意味より素直な受け止め方ですよね。だと思うんですよ。どっちが悪か善かっていうより。ところが、まあ、なんていうか、龍太一もの、あるいは完全懲悪者の、宿命、宿題として、完全懲悪ですから、どっちが善だ、どっちが悪だっていうことにこだわると、天使編に行くんですよね。で、こだわらないと、要は悪の、ロジックっていうのを、ロジックをよくよく聞いてみたら、いや、こっち側にも正義があるじゃないか。いや、さらに言えば、自分らはそれ、だからといって自分らがそれで滅ぼされてしまうのはごめんだけどね、と、実に素直な考え方をするはずなんですよ。正道だと思うんですよ、それが。だからそれが、善悪二元論の崩壊って言ったんですけれども、要は、ここに書いたんですけど、多視点の拡充と群像劇化っていうふうに書いたんですけれど、要は、なんていうんですかね、ちょっと、少し遅れる。多視点の拡充と群像劇化。そうですね。っていうふうに書いたんですけれど、要は、敵も、敵さんも敵さんで、敵さんも敵さんっていうか、悪の側と思ってた方も、その側で、それなりの事情で戦ってるんだよねって。だから自分たちもそれなりの事情で戦うよっていうのが、なんていうか、一つは素直な受け止め方ですよね。つまり、ね、多視点の拡充っていうのは、はい、その善と悪が相対化していく中で、はい、その悪っていうものが、うん、まあ、相対化の、だから悪と善っていうのが、はい、悪と善っていうふうな対立じゃなくて、たくさんの立場があるよっていうふうな方に、うん、物の見方が、スライドしていったというか、はい、拡大していったとかっていうことを、はい、言ってるっていうふうに考えればいいですね。そうです。なので、はい、で、それが群像劇化すると。群像劇化すると。で、何が、はい、わかりました。はい。ここでその、善悪二元論の崩壊って書いたように、もともとは完全懲悪者なので、どちらが進めるために、どちらが善か。懲らしめるためにどちらが悪かっていうのを本来的にはこの例えばそのロボットものっていうのが前回の話でそのメインストリームとなっていくってまあ少なくとも僕はそう思っているっていうですねことを語ったんですけれどもその中でどっちが善かどっちは悪かってことは本当は語らなきゃいけないんですけれども
あの、やってるうちに、究極の悪を目指すルートに向かった人もいれば、いや、もうこれ、どっちが善かどっちが悪か言えないじゃん、というふうに、なんていうか、言って、群像劇、足しての拡充と群像劇化をしていくような物語っていうのができてきたと。で、その代表的なものとして、まあ、これは皆さんよく知ってると思いますけれども、機動戦士ガンダムとかですね、その後のリアルロボットシリーズっていう、リアルロボット時代って呼んでますけど、そのルートっていうのが出来上がってくるというような形になります。で、もう、サマリーとしてもう一つ挙げさせてもらいます。この機動戦士ガンダムっていうのを作ったのは富野義行監督で、それ多視線のものでやってるんですけれども、こちらの方で、絶対悪への善の理論の強化っていうふうに書いたんですけれども、つまりですね、絶対悪との対峙っていうのは、まあそもそもそういうなんていうか、終末論とか人類滅ぶべしとか、そういう話っていうのは、なんていうか、まあちょっと、ここでは細かく語りません。感知しないよと。それは警察を呼んでよと。あるいは、風の直しかが言うように、人間が滅びる滅びないっていう議論はそもそもおかしいと。だって人間は滅ぶ存在なんだ。生まれて死ぬ存在なんだもの。だからこの議論自体がそもそもおかしいんだっていうような形で答えを見出していったんですけれど、そうじゃなくって、それこそ、天使編の石森章太郎先生とか、あるいは現場大戦とか、おそらく、そういうことだと思うんですけれども、この絶対悪っていうのを生み出した上で、勝たせたかったんですよ。エターになっちゃったけど。そうじゃない。人間は、まあ、あえて言ってしまえば、絶対善なんだと。うん、そのことを、なんていうか、天使に証明して、物語を終えたかったんですよ。多分。で、それができないから、単に暴力で、武力で倒すだけだったら、009はできるんですよ。というか、主人公というものは、流体時のヒーローというものは、単に暴力だけで相手を倒せばいいんだったら、それはできるんですよ。どんなにインフレしてもできるんですよ。武力が、相手の武力がどんなにインフレしようとも、その主人公はそれを凌駕できるんですよ。何ができなかったか、何が天使編っていうのを、なんていうか、終局に迎えさせられなかったのか、途中で終わってしまったのか、それは天使に人間が善である、まあ少なくともなんていうか、稀な反証ではなくてですね、たまにこういう人がいるよみたいな話とかではなくて、人間そのものが善なんだっていう証明っていうのを、そういう物語を描けなかったから得たなっていったんですよね。と、僕は思っていると。で、その中で機動戦士ガンダムっていうのを挙げさせたんですけど、ここになんていうか、この絶対善の理論という人で、理論の強化ということで、代表的な人として、代表的な人っていうか、まあこの人の話をしていこうと思ってるんですけれど、富野義行さんという監督がいてですね、多分この人は、どちらかというと少なくともなんていうか、黒富野っていうか、そんな風に言われる頃は、これを考えてたと思うんですよね。なんていうか、人間が良い方向に行くためにはどうしたらいいのかっていうことを考えてた。結果としてその物語の告発っては人間こそ悪なんじゃないかっていう告発で止まってしまうんですけれども、多分この人はその先っていうのを何とかしてやりたいっていう風に思ってたんじゃないかなと思うんです。その流れの中で、実は機動戦士ガンダムっていうのも生まれているとは思っていて、なので、この、なんていうか、二つの流れっていうのをまずちょっと説明していかなければいけないというふうに思っています。もう一回確認です。二つの流れっていうのを、一つは、善悪二元論の崩壊から、群像劇化っていうものの、していくルートですね。はい。はい、していくルート。もう一つは、対絶対悪の善の理論の強化って言ってるんですけど、まあ、かいつまんで絶対善と言ってもいいです。なるほどね。善の理論の強化をしたいということで、絶対善ってことですね。はい、わかりました。絶対善を見つけたいんですよ。見つけたいっていうことです。で、すごく単純な絶対善の、ちょっと、余暇で書かせてもらってますけど、すごく
あの単純化したぜ、あ、単純化っていうか、ある種なんていうか、まあいいです。あの絶対善の見つけ方として、ここにトップを狙いとか上げさせてもらったんですけれど、まあちょっとロジックとして、なんていうか、いろいろ前後するんで、単にここの場では矛盾点を無視して喋っていきますけれども、要は人間を滅ぼすっていう宇宙怪獣がいたら、それは、たとえ銀河をぶっ飛ばしても、生き延びるよね、と。うん。その旗印こそが、なんていうか、人間の生き方である証明で、それは少なくとも肯定されていいんだっていうような、そういうロジックでトップを狙いっていうのが作られていると思うんですよ。この議論に沿って言うならば。で、それはなんていうか、庵野監督が非常に優れた成果を上げてくれていたというふうに思います。でも同時にトップを狙い中で言われていましたよね。トップ狙いの最終回の時に、本当にここまでやって人類っていうのは生き延びる価値があるんでしょうかと。ああいうこと言っちゃうんですよね。影響があるんで。逆に言うとそういうことを踏まえた、逆に言うとそういうロジックっていうか、そういう悩みを踏まえた上で、いや、それでも、銀河ぶち壊しても生き延びるんだと。で、帰ってきたときに、お帰りなさいと言ってもらえたら、それは嬉しいことなんだと。いうふうに物語は、トップ狙いって物語は終わっていきますよね。だから、なんていうか、理由もなくっていうか、とにかく人類を滅ぼすものっていうのと戦うんだっていうのが、いろんな、なんていうか、ロジックを得た上で、ウルトラマンティガシリーズのウルトラマンガイアとかですね、トップ狙いとかが、それに当たるとは思うんですけれども、一周回ったと思ってほしいんですよ。矛盾があるように聞こえるかもしれないですけど。一周回ってここに来てるはずなんですよ。いろんな悩みを超えた上で、それでもこうやって戦うんだっていう。で、それはかなり素直な。一周回ったってどういう意味ですか？もうちょっと砕いて言うと。単純に言うと、デビルマンの体験を受けた以上、その、なんていうか、人間が滅ぶべきじゃないかっていう、どん底の、なんていうか、景観というのはあるんですよ。影響を受けてるんですよ。だから人間が滅んじゃったってことに対して強いなんていうか反証というのがないっていうこともある程度なんていうかトップを狙いはウルトラマンティガシリーズとか分かってるんですよ。あ、なるほど。だから一周したというのは、人類そのものが悪であるという告発を受けて、人類が本当に生き残らなければならないんですかということに対して、ロジカルに反証することはできないけれども、それを分かった上で、そうは言ったって俺たちは生き残るんだって、それは悪いことじゃないはずだっていうふうに言い切ってしまうというふうな、これもともと善と悪で、善が悪を打ち勝つというすごいシンプルな流体樹の物語に戻っているんだけれども、背後にそれがあるんで一周回ってるというふうな言い方をしてるんですね。そうです。その対決。はい、わかりました。はい。はい、絶対悪と対決する、その、なんていうか、絶対悪を目の当たりにする、それが自分自身の鏡だったっていうことを目の当たりにする体験を得て、ここに来てるから、ある種尊いっていうかですね。まあ、そういう言い方になります。一周してるから意味があるんです。で、それは一つの答えではあるんですけれど、僕は富野さんは、そうじゃなくって、絶対善が見つけたいんだよっていう話をしてると思ったんですよ。で、大丈夫です？なんかすごい痛っと音が聞こえたけど、何言った？大丈夫ですかね。まあ、すいません。甥っ子が参入してきました。わかりました、はい。続けますね。はい。で、そうなんです。はい。はい。すいません、そうじゃありません。はい、こっち側です。はい。はい。いや、マイク切ればいいと思うので、その間は。はい。じゃちょっと、続けますけれども。大丈夫です。はい。という形でやっていってるんですけど、まずこの軍、それとはちょっと違う形で、群像劇化っていうのがメインストリーム化していくんですよね。逆に言うと、富野さんのその絶対善が見つけたいんだっていう思いっていうのは、ある種端に寄せられていくっていう過程があります。という過程があります。で、その過程について、ちょっと前段階として説明していきたいんですけれど、こちら側にちょっと宇宙戦艦ヤマトっていうのが、まあ、これも大ヒットしたシリーズですよね。作られていくんですけれども、最初の宇宙戦艦ヤマトっていうのは、僕ちょっと別のツール、ループで書いたんですけど、
まあ、なんだろう、一番最初は、宇宙怪獣と同じような、絶対悪がやってきたというロジックで、スタートしてると僕は思ってるんです。まあそうですよね。はい、だって地球に隕石がどんどんやってきて、滅亡してる寸前って言って、そうです。で、ヤマトっていうのは、はい、なんていうか、善悪二元論の話でよく言われるのは、はい、まあ、戦前の、例えば、まあ、第二次世界大戦とか第一次世界大戦の頃の戦争っていうのは、はい、まあ、自分たちが相手を滅ぼして皆殺しにしない限りは、自分たちが滅ぼされるっていう可能性が、まあ、あるという中で戦っているものなので、はいはい、それはやってしかるべきなんだっていうようなことを、まあ、よく言われるんですよね。はい、で、多分それってさっきの宇宙怪獣の理論と同じだと思うんですよね。はい、自分たちが皆殺しにされる可能性をかけて戦っている場合は、それは、はい、皆殺しにしてもいいんだというふうに、はい、っていうか、皆殺しにするという覚悟で戦わなきゃダメなんだというふうな、はい、まあまあ、もう、極端な目には目をの話なんですけども、はい、っていうロジックが生きていると。はい。はい。で、その時に、まあ、宇宙戦艦ヤマトの最初のシーンっていうのは、もう完全にそういうロジックですよね。はい、そういう自分たちがもう死ぬ寸前のところまで追い込まれてるのに、はい、その、そこに理由はいらないでしょ、戦うのにっていうことですよね。はい、そうです。で、はい、すいません、どうぞ。はい、続けます。まあ、ちょっと、余談で言うと、前の話の時に、解決ハリマオとかを例に挙げて、1960年代から、まあ、アニメンタリー決断がやってくる時、アニメンタリー決断っていうのが、1972年とかなんですけれども、放送されるように、なんかエアスポット的に、まあ、戦前の日本というか、そういうのを、懐かしむような、そういう作品がエアスポット的にできてるよ、出てきてるよっていうようなことを話した、話したと思うんですけれど、もうヤマトの第1作とか2作目とかですね、そこら辺っていうのは、結構その色合いっていうのがあるなというふうには思っております。これがですね、シリーズが続くと、だんだん変わっていくんですよね。だんだん変わってくるんですけども、まあ、ヤマトの優勢爆弾とかそういうのを見ると、やっぱり東京空襲とかですね、そういうのを思ってしまいますし、ヤマトがなんていうか出かけていくっていうのも、まあ、そのヤマトの最後の作戦とかですね、そういうのをですね、想起せずにはいられない。むしろそこから帰還してくるんだっていう物語を作りたくて宇宙戦艦ヤマトっていうのを作ったなっていうようなところがあったりするんですよね。で、ちょっと続けると、今、最初に宇宙怪獣的に物語が始まったっていうんですけど、ところが、戦いを続けていくと、だんだんと、なんていうか、敵の、敵の方も、なんていうか、まあ、なんていうか、同じ人間であるというかですね、そういうようなことが分かってきて、後半になってですね、後半というか、一番最後の段階になって、まあ、ヤマトってのはガミラス星という一個の星を全て完全に滅ぼしてしまうんですよね。うん。完全に滅ぼしちゃうんですよ。うん。で、そうしたときに、主人公の広大くんが、いや、僕たちがやることは、戦い合うことじゃなくて、愛し合うことだったんだとか言うんですよね。うん。まあ、ちょっと、あんだけ滅ぼしちゃってて、みたいな感じで。しないで、ここまで徹底的にやって、それはどうなんだって思わないでもないんですけど、まあ。いや、宇宙戦艦ヤマトって、ね、面白いですよね。愛は地球を救うって、そんな救うわけないじゃんっていうようなことを、はいはい、なんかこう、なんて言うんでしょうね、言い切るっていう意味では、なかなか極端な物語ですよね。はい、そうですね。これ多分矛盾がすごい溢れてるんでしょうね、この物語の中に。そうですね。そうなりますね。で、まあそういうふうな形でやられてきて、次、でも基本的にヤマト愛の戦士たちでもか、なんていうか描かれるように、愛の戦士たちって2作目が作られるんですけど、この時なんていうか古代君っていうのは、簡単に言うと特攻して最後の敵を倒して物語が終わります。で、これで宇宙戦艦ヤマトの物語は完結ですって言ったんですけど、その後のストーリーが作られていくっていうのが宇宙戦艦ヤマトの歴史になってるんですけど、ここで出てくる白色彗星帝国っていうのもですね、まあ、ぶっちゃけアメリカかなっていう、って思っちゃう点がたくさんあります。まあそうだよね。まあ明らかにそうですよね。ヤマトと対決するですね、帝徳の中にですね、バルゼーってやつがいるんですけれど、ハルゼー帝徳のことかとかですね。そう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 。その、
あの、ゲーニッツってやつが、ゲーニッツってやつがいるんですけど、ハルゼーってとこのこと頭のに残ってると、ゲーニッツって聞くと、これ、あの、ミニッツ、ニミッツかな、あの、提督のことじゃないかとかですね。ニミッツですね。ニミッツですよね。ニミッツ提督のことじゃないかとか思ったりするわけですよ。そういうのがですね、あの、あって。で、要はなんかもう、ヤマト米帝と戦って、特攻して、っていうような感じの話になってるんですけど、それやったときに、ちょっと松本零士先生としては、あの、沖田艦長が死ぬのってのはいいんだけど、若い者が特攻して死ぬってのはどうなのっていうような感じで、ヤマト2ってテレビシリーズが作られるんですよね。人気あったこともありまして。この時は、あの、ヤマトは生き残るわけです。で、その後のなんていうかシリーズっていうのを描いていくんですけれども、あの、その中であんまり取り沙汰されてないんですけれど、ちょっと、まあ、これも機会があったら細かく喋りますけれど、ヤマト3っていうのが作られるんですよね。これがなんかさっき言った、なんていうか、シフトしてるんですよ。なんていうか、その戦前の何かを懐かしむようなヤマトっていうものから、ヤマト3っていうのは、あの、なんですかね、まあ思想が、思想というかそういったところにシフトがあるんですよ。二つシフトがあるんです。あの、一つは、キャスバート、テレサ製みたいなやつがあって、なんだかね、ちょっと待ってくださいね。あの、まあ、要は、あの、ヤマトっていうのがですね、あの、第二の地球を探すために、あの、旅立っていくんですけれど、あ、シャルバートですね。シャルバート星っていう、あの、第二の地球を見つけるために旅立っていくんですけど、その過程の中で最終到達点としてシャルバート星っていうところにたどり着くんですよ。で、そこの人たちはめちゃくちゃ優れた科学力を持ってるんですけれど、あの、なんていうんですかね。完全無抵抗主義なんですよ。もう決めてるんですよ。そういう国が出てきます。完全無抵抗主義を。で、あの、だから、なんか、ボラー連邦とかが攻め込んできたら、あの、なんていうか、対抗できるような兵器とかそういうのは、なんていうか、異物としては残っているんですけど、それを使って戦わないんですよね。わーとか言ってみんな殺されてっちゃうんですよ。で、あの、うん。だみたいな、っていうか、まあ、ちょっとそれ、ヤマトのなんていうか、古代君とか見てて、ボラ連邦とか追い払ったりするんですけれど、なんていうんですかね、最終、その、シャルバート星になんていうか、地球を救う方法を技術を教えてもらって、地球に帰っていく、つまり地球は彼らによって救われるんですよね。救われるんですけれど、古代君としては、あなたたちの、なんていうか、まあ、あなたたちのなんていうか、行為っていうのはすごい立派なことだけど、ちょっと、私たちがちょっと早いです、みたいなことを言って、去っていくんですよ。うん。なんていうか、うん、ちょっとそこまではできませんっていうような感じで去っていくっていう、そういうシーンが、あるんですよね。そういう具合にちょっと思想性がちょっと変わっていっています。で、もう一つ、これ、もう一つ重要なことがあります。これ、ヤマト3ってですね、ボラー連邦と、ヤマトのライバルだった、デスラー総統っていうのが、銀河の覇権争いをしてるんですよね。で、地球っていうのはどういう状態になってるかっていうと、かつて共に戦ったりとかした、ヤマトに敬意を称して、ヤマトの諸君に敬意を称して、デスラー総統が勝手に不干渉地帯にしてるんですよ。つまり、銀河の覇権でいろんなところ、なんていうか侵略しまくってるんですけど、デスラー総統は。地球にだけは手を出すなっていう話をしてるんですよ。それが、ガミラス帝国がでっかくなりすぎて、そういう通達が伝わらなくって、なんていうか、ボラー連邦と、なんていうか、ガミラスの争いに巻き込まれて地球っていうのは危機に陥るんですけれど、危機に陥って出かけていくんですけど、その時に、なんていうか、ヤマトっていうのはガミラス帝国の攻撃を受けて捕獲されちゃうんですよね。で、相当に、そうすると、デスラ相当に相当に逆らうものを捕らえました、みたいな報告が上がってくるわけですよ。で、何のことかね、みたいなことを、こう、デスラが聞いたりすると、相当、なんていうか、美しおしの地球っていうのを、から出てきた戦艦を捕獲しました、とか、それで地球は我々のものですね、はははみたいなことを言うと、デスラが、ああみたいな、こう、あの星に手を出すなと言ったろう、みたいなことを、
いきなり怒って。あの、申し訳ないと。君たちに手を出すつもりはなかったんだとか言って、解放するんですよね、ヤマト。で、見ていくんですけど、その間ですね、なんていうんですかね。ガミラスの、なんていうか、だから、しばらくガミラス本線にいてくれたまえ、ガミラスの首都線にいてくれたまえとか言ってみると、そこで軍事パレードがやってるんですよね。もう、めちゃくちゃな戦力なんですよ。絶対勝てないっちゅうぐらいの戦力なんですよね。それが軍事パレードで見せられてるんですよ。で、古代君がそれを見て、今は、ガミラスとの友情、デスラーとの友情によって、この状態だけれども、果たしてこの友情は本当に続くんだろうかと思う古代であったみたいなことを言うんですよね。これものすごく重要なんですけど、つまりですね、これ、ボラー連邦って明らかにソ連なんですよ。で、この場合で言うと、ガミラス帝国って明らかにアメリカなんですよ。で、アメリカの総統、つまり大統領のデスラーが、ガミラス帝国の総統であるデスラーが、友情の気持ちを持って、ヤマトには手を出さないよってことを言ってくれてるって、この状況っていうのは、相当日米同盟なんですよね。うん。っていう状況があって、なんていうかな、それが大丈夫なのかとか大丈夫なんだろうかと言いながら、あくまでずっとこの最終回までデスラーっていうのは地球の友人であってくれて終わっていくんですけど、宇宙戦艦ヤマトって物語は。でも、古代はあの時本当に大丈夫なのかっていう投げかけをするし、非武装中立、非武装中立じゃない、非武装無抵抗っていうシャルバーサー性を見て、いや、ここまではちょっと無理みたいなこと言って去っていったりするんですよ。あまり注目されてないんですけど、ここで言う群像劇化ということに関して言うと、非常に面白い成果をヤマト3っていうのは出してると思いますし、最初のなんていうか、太平洋戦争から、まあ、米帝との戦いとか、そういうのを描きながら、こっち側に来てるという意味で、こっち側に来てるという意味で、ヤマトシリーズの変遷っていうのが、なかなか面白い形をとっている。というふうに思っています。群像劇っていうのはこういうものがあるっていうことが言いたいです。もう一つ、ガンダムを上げる前にどうしても上げとかなきゃいけない話で、長浜忠夫先生って巨人の星の監督やってた人なんですけど、その人がコンバトラー V っていう前回言った5体合体のロボットの話をするんですよね。で、これのシリーズが受けまして、超電磁マシンボルテス5と東証ダイモスっていうのが、作られます。これ、一般に長浜三部作って言われるんですけれど、まあ、そんな呼ばれ方をしてます。で、最近なんていうか、その後、別のチャンネルとかで作った未来ロボダルタニアスっていうのを合わせて、なんていうか、長浜ロマンロボシリーズみたいなことを呼んだりしてるみたいなんですけれど、まあ、それはそれでいいんですけれども、ちょっと重要視したいのはこの長浜三部作の方。こちらの方なんですよね。で、こちらの方、どういう、これもなんていうか、群像劇として非常に面白い形をとっている。完全懲悪のロボットっていう作法を守りながら、非常に群像劇としては完成度の高いドラマを作っているので、ちょっと、ここでちょっと特筆しておきたいことがあります。で、コンバトラー V はちょっと、いろいろ喋れるんですけれど、少し省きます。基本的にはかなりそのヒーローロボット的な面が強いんで、そうじゃない面もあるんです。多々あるんですけれど、強いロボットだったんで、まあ、純粋になんていうか、完全懲悪のヒーローをやっていて、敵のキャンベル星人っていうのは、まあ、キャンベル星人を滅ぼして、めでたしめでたししちゃうっていう話をやってたと、とりあえずしましょう。ちょっと時間の関係含めて。で、2作目のですね、ボルテス5ってところから、だいぶそこに対して、なんていうんですかね、敵側の進化っていうか、そういうものが始まるんですよね。こっち側で、攻めてきてる、その、なんていうか、ボアザン星人だったかなっていうのですね、角のある一族で、角を持った一族なんですよ。で、実を言うと、その、星の人たちの中には、角がない人たちもいるんですよね。
で、角がある人たちは貴族で、角がない人たちは、まあなんていうか、貴族の証を持っていないものとして、虐げられてるんですよ。で、その闘争の中で、まあ、そういう状態を覆そうという、まあ階級闘争みたいなもんですね。階級闘争の中で、その、リーダー格だったお父さんが、お父さんっていうか、ある、名前忘れちゃう、郷健太郎だ。郷健太郎っていう人が、本当は別の、ボアザン星の名前があるんですけどね。っていう人が、地球に脱出してきて、地球で、なんていうか、子供たちを、地球で結婚して子供たちを産んで、その子供たちが、やがてやってくるボアザン星の侵略に対抗するために、ボルテス5に、乗り込むっていうような、そういうストーリーラインを描いています。で、その、描きの中で、なんていうんですかね、まあ、角がある人たちは、角がある、騎士令官のリヒテルとか、そういうのは、非常に角がない者たちを避けんでるんですよ。で、下げすみ方も面白いんですけれど、結構印象的なエピソードの中でですね、リヒテル様、リヒテルでよかった。はい、か。リヒテル様、地球を侵略して地球のことを研究してたら、大変なことが分かりましたっていう話をするんですよ。なんでその大変なことはっていうと、彼らはですね、どうも調べてってみると、愛情を持ってるようですとか言うんですよ。そうすると、幹部たちとか、ごめんなさい、リヒテルじゃないわ。ハイネルですね。プリンスハイネル。ハイネル含めて幹部たちが大笑いするんですよ。バカなと。角があるもの以外のものに、そんな感情なんかあるわけないじゃないかと。愛とか、なんていうか、人を、なんていうか、慈しむとか、慈しむとか、相手のこと、心を思いやるとか、そういう気持ちを角を持ってない奴らが持ってるはずがないだろうっていうふうに言って大笑いするシーンがあるんですよ。いや、でも、研究したら本当に持ってるんですって科学者は言うんですけどね。取り合わなかったんですけど、うん。いや、つまりそれぐらい格差があるっていう状態の話をして。どうやって研究したんでしょうね。いや、相手のことを見ていくと、生態を見るともうどうやらそうらしいですと。でまあ、そういう話とかあるんですけれど、実はこのハイネルってやつが、さっき言った豪健、最終回のあたりで、なんていうか、豪健太郎の子供でもあった、つまりなんていうか、主人公たちのお兄さんでもあったということが明らかになりまして、まあ、そういう中で、愕然としながら、なんていうか、ハイネルっていうのが、なんていうんですかね、角がある、ものと角がない者たちの階級闘争の中で、まあ、かなりベルサイユのバラっぽい感じですよ。革命の中でですね、帝政ボアザンっていうのは滅んでいくんですけれど、その、なんていうか、爆炎の硝煙の中で、ハイネルってやつは、最後になんていうか、まあ、憎んでいたというか、憎んでいた敵である豪健太郎に対して、父さんって言って死んでいくっていうようなシーンがあるんですよね。非常にドラマとしての完成度が高いところで、完成度が高くて、まあ、名作と言ってもいい作品だと思います。で、同じ、それを受けて、さらに今度、東証ダイモスっていうのが出てくるんですけど、これは、ロミオとジュリエットみたいな話になっていて、主人公の、カズヤ君っていうのが、敵の、これは、バーム星人だったかな。バーム星人の、なんだ、元総督の娘であるエリカっていう女の子がいまして、その子と出会って、まあ、お互い惹かれ合うんだけど、お互い惹かれ合うんだけど、敵同士っていうような状態の、なんていうか、まあ、かなりメロドラマな展開をやっていきます。で、これもですね、まあ、その話っていうのが主軸になってるから非常に面白くやっていくんですけど、背後では非常に重要な話をやっていて、バーム星っていうのはかつて自分たちが住んでた星が、まあ、要はぶっ壊れちゃったんで、ショーバームって星、巨大脱出船に乗って、木星軌道に漂着してるんですよね。で、物語の最初は侵略者がたくさんやってきてってところで話が進んでいくんですけれど、2話か3話ぐらいでですね、実はショーバームの最初の提督っていうのは、地球に平和的に移住をさせてもらおうと思って、月面基地の人たちと、地球のですね、地球の月面基地の代表の人たちと、接触を図って、少しずつ接触を図って、平和裏のうちに、移住させてもらおうとしてたんですよ。
っていう話が展開するんです。で、そうしてたんですけど、あの、なんていうか、脱出帝の、ショーバームって帝国っていうのは、まあ、そういう脱出、あの、エクソダスの意味があって、非常にその、総督っていうのは権力が強いんですよ。ほぼ独裁者なんですよ。逆に言うと、その地位を狙う人たちがたくさんいるんですよ。で、そうやって、あの、その初代のエリカのお父さんにあたる、あるいは、さっきちらっと言い損なった、リヒテルっていう司令官リヒテルっていうやつのお父さんにあたる、その総督は平和にやろうとしてたんですけど、その地位を取って変わろうとしている、なんていうか、部下によって、地球側がその総督を暗殺したんだっていう理由付けで暗殺されちゃうんですよね。で、それによって強硬派が、強硬派の人が、総督の地位につき直して物語がスタートするんです。っていうような形でやっていて、なので地球、で、地球側はそのなんていうか、その総督を殺された復讐で攻撃を受けてるから、もう引くに引けない。で、バーム星側は総督を殺されて、全然、なんていうか、こちらを受け入れる体制なんか全然ないんだったら、もうやるところまでやってやろうじゃないかってことで侵略を開始してるっていう、そういう構図を作っています。で、その中でさっき言ったロミオとジュリエットの話とか、そういうのを混ぜながら、なんていうんですかね、だんだん、ちゃんと和解していかなきゃいけないよねって話を、本当にうまいんですよ、この長浜監督って人は。今言ったように、完全懲悪のロボットものを踏襲しながら、ちゃんとそういう物語を混ぜ合わせて話をしているんですよね。ので、このダイモスってのも相当な、なんていうか、成果が上がっている作品になっています。で、つまり何言ってるかっていうと、結構ガンダムの中でですね、ガンダムの紹介されるときに、なんていうか、それまではロボットものって、ロボットものっていうか、それまでのヒーローとかロボットものっていうのは、完全懲悪ものっていう形で、割と色分けがはっきりしていたんだけど、初めて群像劇化したみたいな、いうような感じで紹介されたりもするんですけれど、群像劇ということに関しては、ガンダム持ち上げるとヤマトファンがかなり、ガンダムを叩くっていう、昔オタクの構造があるんですが、あったりもするんですが、まあ、ヤマトなり、今言った長浜三部作なりとかで、なんていうか、群像劇化っていうようなものっていうのは、かなりすでに醸成されていた。そういう中でガンダムっていうのが生まれたんだよっていうようなことを、っていう話を、まず押さえておきたい。で、その上で、その上で、このダイモスとか見ればわかるんですけれど、今言った群像劇っていうか、なんていうんですかね、絶対善も絶対悪もない物語の中で戦いをどう収めるかっていうような話っていうのは、ダイモスとかの方が真っ当なんですよね。長浜さんの方が真っ当なんですよね。真っ当っていうのはどういうことですか？つまり、単純に言うと、例えば話し合いによって、話し合いによって、なんていうか、講和っていうか、分かり合いましょうとか、そういう姿勢が真っ当って言ってるんです。で、つまり、今のペトロニスさんの質問に合わせて言いますと、じゃあ何が真っ当じゃないのって言ってるかっていうと、ガンダムというか、富野さんがちょっと違うって話をしてるんです。で、その富野さんのちょっと違うのが、ガンダムの登場によってメインストリームになるんですよ。何を言ってるかっていうと、富野さんの、戦争をなくすっていうか、もう少し別の言い方をしましょう。人間が次のステージに行くための方法ってのは、ダイモスじゃないんですよ。ダイモスじゃないっていうのは、はい、交渉によって、はい、善と悪が相対化されたものの中で、はい、じゃあどうするんだっていうのを相談していこう、外交ですよね、うん、っていうことじゃなくて、ないって言ってるんですね。そうです。それを真っ当じゃないという言い方をしてますね。そうです。はい、要するに、戦争のない世の中をするためにはどうしたらいいかって、ちょっと結論から先に言っちゃいますね。戦争のない世の中を作るためにはどうしたらいいかっていう話に対して、長浜さんというか、ダイモスとかは、
なくなるように努力して話し合っていくんだという話をするのに対して、富野さんは、まあ、そんな人類が進化しなきゃダメだって言ってるんですよ。それをやろうと思ったら。まあ、簡単に言うと、多分これで話し合いだと、話し合いだといつまで経っても、なんていうか、なんていうか、戦争が起こる危険性は残り続けるっていうことも意味してるのかもしれないんですけれど、そういう思想に行っているはずなんですよ。あるいは、そういう思想になってしまう、そういう、ストリームになってしまった。前にちょろっと言いましたけれど、機動戦士ガンダムっていうのはどういう配合でできてるかっていうと、おそらくスターウォーズの影響は間違いなく大き、間違いなくあると。あと、よく言われるんですけど、宇宙の戦士の影響があると。ただ多分、なんていうか、僕がよく言ってるのは宇宙の戦士主義っていうか、そういうところは別に全然影響がなくって、パワードスーツを着て、戦うっていうことの影響で宇宙の戦士って言われてますね。で、まあ、スターウォーズの影響っていうのはビームサーベルとか見ても大きい。で、もう一つ、絶対的に大きいと思ってるんですけど、1968年に放送されていた2001年宇宙の旅っていう映画があって、多分この影響が圧倒的だと思ってます。ニュータイプ論が出てくるっていうのは、多分この流れなんですよ。逆に言うと、スターウォーズと2001年宇宙の旅で機動戦士ガンダムっていうのは作られている。あ、もちろん、それまでのヒーローものの、なんていうか、系譜として群像劇化っていうのも長浜さんがこの頃作ったり、ヤマトなり、長浜さんなりが作ったりしてますし、富野由悠季さん自身は名作劇場とかに、ハウス名作劇場とかに関わったりとかして、まあ宮崎駿さんとか高畑さんとかの人間ドラマっていうのに非常に強い憧れを持っていたので、そういうものと、スターウォーズと、2001年宇宙の旅が配合すると、機動戦士ガンダムっていうのが出来上がると思ってます。で、この時の、なんていうか、なんだろう、真っ当じゃないって言い方したんですけど、別に何が真っ当か真っ当じゃないかっていうのは、別問題だとは思ってはいるんですけれど、長尾さんと対比でそう言わせていただいただけで、本来だと、要するに機動戦士ガンダムが、出てこなければ、あるいは富野由悠季っていう人が出てこなければ、長浜さんのこのダイモスなり、まあ次ダルタニアスっていうのやってて、次が前にちょろっと言った宇宙、大抵ゴトシウマって長浜さんの作品じゃないんですけどね、ダルタニアスの後番組なんで、そういうものが作られていったんで、なんていうんですかね、ガンダム的な戦争もの、ガンダムの成果の大きな一つとして戦争ものっていうのがあるんですけど、ああいうもの、リアルロボットの世界じゃなくて、あくまでスーパーロボットを継承していった上で、どれぐらい群像劇ができるかっていうストリームがメインになっていったんじゃないかと思ったりはするんです。で、このストリームってのは、細々とちゃんとリアルロボット自体も続いていきます。続いていくんですけれども、ただ、ガンダムの登場。そのルートをスーパーロボットって言ってますよね。はい、スーパーロボットです。はい、言われます。で、それとは別に、ガンダム登場によって、リアルロボットっていうのがメインストリームになっていくっていう形。が取られます。で、その時の、で、リアルロボットっていうのは、また後で説明しますけれど、まあ、なんだろう、ガンダムで描かれた戦争的なるものを、どれぐらい描いていけるかっていうことに主眼を持たれて、話をしているんですけれども、トミーさんはこの、まあ、幼年期の終わり、2001年宇宙の旅っていうか、さっきちょろっと言ったんですけど、さっき、サマリーで話したように、人類が進化するにはどうしたらいいんだ。まあ、あるいは人類の絶対善を見つけるためには、進化するしかないんだって言ってもいいのかもしれないですけど、そういう、富野さん的な影響っていうのは、色濃く残っていくような、部分もあります。そういう形で、機動戦士ガンダムっていうのが生まれていったというふうに見てください。今の話だと、すごい面白いなと思ったのは、はい、
ガンダムとか富野さんの話をするときに、はい、まあ、その後ってずっとこう考えていくときに、はい、まあ、これリアルロボットって戦争をリアルにまあ描くというふうなことから考えると、ね、ニュータイプってよくわからないんですよね。はい、そうですね。何それって言って、まあ、実際なんかよくわかんなくなっちゃってるし、そうですね、実際何なのっていうのがよくわからなかったんですが、はい、今の話だとすごくよくわかりますよね。はい、つまり、まあ、善と悪が相対化していく中でいろんなものがいろんな立場がありますよということで、はい、その立場っていうのがたくさんあるっていう形で群像を激化していくときに、はい、こう長濱さんのスーパーロボットのルートだと基本的にそれは交渉していきましょうと外交していきましょうと、はい、でこれって結局なんて言うんだろう、善と悪を相対化したときにそれぞれにみんな立場があるんだよって言ったら、はい、その立場は交渉していかなきゃいけないねって言って、でこれ僕なんかはい、今までのラジオでずっと話していたその善悪二元論を超えるには3つにするしかないと、要は勢力均衡の問題なんですよね、うん、要はこれ要はお互い殺し合えるぐらいの軍隊でバランスを取ったら、うん、みんなやらなくなるよねと、でそれはちゃんとお互いそれが理解してればいいよねっていう、まあ、外交になっていくっていう風な流れになるのは、はい、これとてもリアルポリティクスというか、まあ、はい、リアルな話だと思うんですよね、はい、だけどそうじゃねえぞと、はい、そうじゃなくて本当に解決したいんだと、はい、バランス取るとかじゃねえんだと、はい、いうふうに言った時には、いや人類がこう新たなステージに行くしかねえじゃねえかよっていうのが、その2001年宇宙の旅であるとか、はい、幼年期の終わりであるとかっていう SF の流れから考えると、はい、ニュータイプと人類のステージを変えましょうというふうな視点が入ってくるというのは非常に納得的ですよね。そうですね。でも結局はそれはその長濱さんのそのルートと同じような群像劇のルートに、はい、行ったのかなっていうところが、まあ、次の話ってことですよね。はい、はい、どうぞ。基本的には長濱さんを長濱さんを継承してると言ってもいいぐらいなんですよ。本当に富野さんがやりたい、少なくとも黒富野の、たくさん人を殺していた黒富野の時にやりたかったものっていうのは、そういうものだと思うんです。ニュータイプの話。ガンダムでした、ニュータイプっていうのは一体何かっていうのは、ガンダムシリーズの宿題になってくるんですね。これはずっと話していこうと思っています。ただ、そもそも2001年宇宙の旅のラストシーンを見てもらってわかるように、これも言ってしまうと、なんていうか、一つの映画なんでわからないような感じになってますけど、これも言ってしまうとエターなんですよ。天使編と同じなんですよ。ほぼ天使編と同じ理由。同じ理由っていうか、つまり人類を超える存在としての、存在になったとして、それって一体何って言ったときに、キューブリック、まあ、とにかく僕の解釈ですね。キューブリックもクラークも、クラークは幼年期の終わりである程度言ってるんですけど、ちょっと、ずれすぎてて、ついていけない。あ、まあいいですけど、キューブリックもクラークも描けなかったんですよ。だから、あそこでは胎児、ああいうのってなんか、胎児ってのはなんていうか、描けないこれから生まれてくるものの象徴みたいなところがあるんですけれど、が、例のなんていうか、ツラストスラーは書く語りきっていう。いいじゃん。チャチャチャーチャーチャチャチャーとか言ってどっか行っちゃうじゃないですか。はいはいはい。描いてないんですよ。描いてないっていうか描けないんですよ。エターになってしまったんですよ。つまり、ニュータイプって先の世界のことって何って言ったときに、やっぱああなるんですよね。でも、そこに行きたいんですよ。いや少なくとも、ガンダムは絶妙なバランスで、なんていうか、描けたわけですよね。ここに行けるかもって言ったんだけど、僕には帰れるところがあるんだ、こんなに嬉しいことはないっていう、あくまでエンターテインメントを優先する富野さんらし、富野さんらしいっていうか、そういう部分があると思うんですけれど、そういう、描き方で非常にバランスよく着地したんですけど、じゃあもっと先の世界はっていう命題っていうのは、ガンダムに宿り続けるし、本来的に言うと富野作品に宿り続けるんですよ。でも本当はこれは、得たるように、得たる話なんですよ。うん。サイボーグ009と天使編と同じように、
アンタッチャブルなんですよ、本当は。そこで言うアンタッチャブルっていう風な言い方をしているのは、はい、要はこのルートの話、つまり人類が進化してステージを変えますよという風に言った時に、うん、じゃあその先に一体何があるんですかっていうことは、うん、そのスタンリー・キューブリックにしろ、ヨネキの俺は、クラーク、アサシクラークですよね、はい、にしても、はい、この今回の、富野義之さんにしても、うん、答えることができていませんと、はい、でということは、アーキタイプというか物語の類型として考えたときに、はい、このルートは行き止まりになりますよと。で今のところまだそれに対している答えが出ている物語は存在しませんと、はい、だから、得たる要は、このルートは、行き止まりのルートですよというふうに考えるべきだと、はい、まあ、もちろんあるかもしれないけれども今のところはないと。そうですね、いうふうに考えているということですね。はい、わかりました。どうぞ。で、そこで、まあ、ガンダムの方が、なんていうか、まあ、リアルロボット時代というか、そういうのを作り出して、それがいろんな作品を作っていく、作っていくっていうところを、まあ、説明していくんですけど、まずなんていうか、高橋良介先生って、監督っていう、ゼロデッサーを作った人なんですけれど、その人が太陽の牙ダグラムっていうのに、なんていうか、手を出す。懐かしいな、はい、もう、リアルということに関しては、高橋良介先生の方がリアルです。圧倒的ですね。ダグラムの方が、なんていうか、デロイヤ独立の成り立ちとか、南米の独立とかを主体にしてるそうなんですけど、政治色が非常に強くてですね、もう、何これっていう感じなんですよ。まあ、もうかなりヒーローものじゃ的では全然ないです。本当にゲリラと政府組織の戦争をやってるんで。っていう感じの、まあでも素晴らしい傑作なんですけど、そういうものをやっています。逆に言うと。LD さん、ちょっと一つ一応確認ですけども、このルートっていうのは、はい、先ほどの、まあ、流体時の、ルートから群像劇化していくっていうところで、はい、その群像劇化っていうことに対して、まあ、当然そのさまざまな勢力が戦うっていうのっていうのは戦争である争いを、まあ、人類の争いを描くんだけれども、はい、その時のルートを、まあ、ロボットもののルートで考えた時にはスーパーロボットっていうのと、はい、そのスーパーロボットっていうのは、まあ、どちらかというとリアルではない、はい、かもしれないというふうなのに、はい、対峙っていうか比較して、はい、リアルロボットとリアルな方を追求していくっていうルートが生まれていますと。でその時の代表例が、富野さんであるということをさらにもうちょっと分岐していくと、この高橋良介さんとかが出てくるっていうふうな考えのルートで考えればいいですかね。そうですね、リアルロボット時代って言われてます。この頃作られたいくつかのロボットっていうのはリアルロボットって言われるんですけど、実は細かにカテゴライズっていうか定義付けを検証していくと、必ずしもなんていうか、リアルロボットに当たるかどうかっていうのは難しいものとか、そもそもリアルロボットっていう定義がおかしくないっていう結論が出てきます。正直言って。あえて分けるとすれば、量産型のロボットが出てくるロボットのことをリアルロボットって言えばいいのかな。で、量産型のロボットが出てこないやつを、なんていうか、スーパーロボットとか、そういうふうに言えばいいのかもしれない、ね。なるほどね。なるほど。だから、はい、スーパーロボットっていうのは、一点ものの、特別な、こう、ロボットが出てきますよと。はい、で、ただ、そうじゃないやつは、量産型で産業として生み出されてくるもの。でこれで多分相当性格が違う物語になりますよね。はい。多分それがリアリティという言い方に多分反映しているのかもしれないけれども、はい。ということですね。なるほど、わかりました。でも逆に言うとそれぐらいなんです。よく言われるように、リアルロボットの方が人間ドラマがリアルだったなんていうことを言われるんですけれど、それはそうとは言い切れないと思ってます。スーパーロボットを扱ってるだけで人間ドラマっていうのをちゃんとやってる作品っていうのは数限りなくあるんで、その評価っていうのはちょっと違ってくると思います。だってそうですよね、はい、だって長浜さんの三部作の話とかもしても、うん、そちらの方が どちらかというとよりリアルですよね。そうです、そうです。どちらかといえばそうなります、そうなります。
なので、そうだから、うん、定義的にはこの言葉っていうのは非常に曖昧なんだけれども、うん、こういうふうに言われていると。で、それを、まあ、分けると今みたいな、分け方ができるんだけど、まあ、一応このルートの中ではこういうような表現をしか出るってことですよね。はい、そうです。何しろ当時とにかくここら辺の作品群はリアルロボットって呼ばれていたので、そのカテゴライズで語るというに過ぎません。ただし、やっぱりスーパーロボットっていうものの傾向が強いと完全懲悪の影っていうのが非常に強く落ちてくるんですけれども、リアルロボットと言われているものは完全懲悪の影から解き放たれようとしている意味合いが強いです。というところがあります。特に太陽の牙ダグラムとかですね、走行騎兵ボトムズとか、何が悪で何が善かみたいなところはほとんど語っていないと言ってもいいぐらい。まあ、デロイは独立なんで地球連邦が悪いって話にはなってはいるんですけれど、主人公たちと関係ないところで独立が認められちゃいますしね。そこら辺反対していた、なんていうか、誰だったかな、名前言えないですけど、まあ、暗殺されたせいで停戦協定が結ばれることになって、戦いが終わるんですよ。ダグラムって。主人公たちの知らないところで。とかですね、もう一つ挙げたいのが、これリアルロボットの極北って言われてるんですけど、走行機能ボトムズっていうのがありまして、これは、キリコですね。キリコのやつで、もう本当に量産型ロボットしか出てこなかった。ヒーローロボットが、なんだかんだ言って、イデオンでもザブングルでもダンバインでも、主役メカが出てくるじゃないですか。そうですね。まあそうは言ってもねと。ボトムズ。一応カスタマイズされたやつがあるよと。そうそうそう。それがボトムズって主役メカ基本的にないですから。最終回の土壇場になって、ラビドリードックっていうキリコが乗るための専用のやつが出てくるんですけど、それだって主役ロボットかっていうと、ちょっと疑問になるようなものなんで、本当に出てこなくて、そういうロボットを回収、していく話なんですよね。ところがというか、富野さんの影響というか、リアルロボット時代の引力だと思ってほしいんですけど、これ、僕がちょっと集めた情報によると、企画書の時はめちゃくちゃ渋い話なんですよね。むしろこれをやってほしかったって話なんですよ。何かっていうと、最初ですね、ダグラムが終わった後にこれ企画書を出した時は、銀河系で100年戦争っていうのがあって、それが終わったと。100年間ずっと戦い続けてきたんだけど、終わったと。そうした時に主人公は、生まれた、なんていうか物心がついた時から兵士だったんで、戦う以外やることがないんですよ。っていうか、手に職が戦うことしかないんですよ。それで、ボトムズっていうか、AT っていう、そういうロボットをカスタマイズして、バトリングっていう、要はそういうふうに、同じような人間で溢れ返ってるんで、そいつらが、なんていうか、ロボットを通して殴り合ったりとか、殺し合ったりとかして、それを観客が見て、ベッドして、賭場にするっていう遊びが、その100年戦争の後に生まれるんですよ。で、主人公は、その何もできないんで、バトリングをやることに決めて、トレーラーにずっとなんていうか、カスタマイズした、そのボロボロのそのロボットをトレーラーに乗せて、いろんな都市へ巡業していくっていう物語をやろうとしたんですよ。めちゃめちゃ渋いじゃないですか。っていうか、それ見たかったと思うんですけれど、見たかったと思うんですけど、じゃあ、走行機ボトムズってどういう話になったかっていうと、それは要は、そのままだと受け入れられなかったんで、バトリングっていう、その競技だけわずかに残る程度で終わってしまってるんですよ。どういう話になるかっていうと、その100年戦争が終わった後にキリコっていうのがいて、キリコっていうのは、実は、なんていうか、まあ、裏で100年戦争を画策していたり、そのアストラギウス銀河の行く末とかを見守っているワイズマンっていう、超存在がいるんですよね。で、その超存在が、キリコを後継者に認めたので、キリコに全権を、ワイズマンの全権をあなたに与えますっていう話をするんですよ。最終回あたりで。で、それまでのドラマも、どうしてキリコがこんな苦難を味わうのかって言ったら、そのための試練だったみたいな話になるんですよね。で、最終回に、なんていうか、そのキリコは、
アストラギウス銀河を滑るほどの権力っていうのを受けるのか受けないのかっていうようなところで物語が展開していくんですけど、なんていうか壮大ですよね。あえて言うんですけど、ニュータイプ的ですよ。パーフェクトソルジャーっていう言葉が出てくるんですけど、ボトムズの中では。うん、そうだよね、うん。パーフェクトソルジャーっていうのは人工的に作られたものなんですけれど、キリコは人工的じゃないパーフェクトソルジャーだっていうふうに、軍には判断される。メルキア軍には判断される、うん。で、人工じゃないパーフェクトソルジャーっていうのは一体何かって言ったら、異能者だと。異能者であり、ワイズマンの後継者だっていう結論になってくるんですよ。うん、壮大ですよね。それはニュータイプ的ですよね。で、あの、僕、個人的には、そんな壮大な話じゃなくて、さっき言ったような、錆びれた、あの、錆がついてるようなロボットものをトレーラーに乗っけて、あの、他にやることないからっていう、地方巡業してって、あいつに勝った、あいつに負けたとかやっていくような、そういう物語っていうのが、ぜひ見たかったし、リアルロボットのリアルって言ったら、むしろそっちじゃないとすら思うんですけど、あの、そうはならなかった。あの、何かというと、あの、まあ、あの、別にこれはガンダムのせいってわけでもないんですけど、やっぱり SF ものをやるっていうのを、それぐらい、なんていうか、大きな話じゃないと、受けないよねっていう引力が存在してたんですよね。なんでそういう話をやっていくっていうこともあります。で、聞こえか、あがやら、これもちょっと、あの、重要なんですけど、まあ、細かくは喋りませんわ。あの、実は、富野さんの反証みたいになってまして、ここで出てくる悪役のマーダルっていうやつは、なんていうか、人間が争い合わないなんてとんでもないと思ってるやつなんですよ。というより、むしろ、惑星ランプレートってところに住んでいて、そこの世界では、もう、あの、銀河統合体っていうのが、争いがない世界を作ってしまってるんですよ。で、悪人たるマーダルってやつは、そこからの、なんていうか、反乱者であり、脱走者なんですよね。で、別の惑星に行って、再起を図ってる。その惑星、あの、まあ、簡単に言うと、その惑星を侵略して、再起を図ってるっていう立場の人なんですけれど、うん。つまり、その、銀河統合体っていうのは、この、ガンダムで語られたような、あるいは、ダイモスで語られたような、このテーマで、このなんていうか、マインドマップの初期に述べさせてもらったような、日本のなんていうか、物語に大きな影響を与えてるって言っている、反戦というものに対して、ランプレートっていう銀河統合体っていうものは、到達してるんですよ。争いのない世界を作ったんですよ。っていう物語がやってます。だけど、そこの悪役の反乱者マーダルってやつは、そんなのは、それはおかしいって、おかしいっていうか、いや、まあ簡単に言うともっと言うと、俺が気に入らんって言って、人間ってのはもっと争い合うべきなんだっていう、なんていうか強い意志のもと反乱を起こして、まあ反乱に敗れて、その、なんていうか、銀河統合体から逃げて、ある惑星で、を、なんていうか支配することによって、再起を図ろうとしてる。で、その侵略された惑星に主人公がいるって話なんですよ。今回ガーディアン。まあ逆に言うと、その、なんていうか、その、くしくもというか、まあ、高橋先生、高橋監督そんなに意識してないでしょうけれど、くしくも多分ニュータイプ論に異を唱えてるんですよ。うん。そんな話になっている。なんでちょっとその、リアルロボット時代を語るときに、ほぼ富野さんと双璧と言われてる人なんですよね、高橋良介さんって。この人が紡いでる物語っていうのは非常に面白いです。で、まあ、もう一つ、マクロス。これ、まあ、川森誠司さんってそのまま書いちゃっていいのかっていうところはあるんですけど、まあ、川森誠司さんの出世作にはなってるんで、それで上げてきますけど、これも、まあ、その後のマクロスシリーズとかを見ていけば、かなり重要ですね。二つ意味っていうか、まあ、一つはこの中で語られてたものっていうのは、実は非常に、なんていうか、オタク文化肯定みたいな面がありまして、影の面ですけどね。アイドルが好きだとか、歌の力で、そうそう、これ重要ですね、反戦の中で。歌の力で争いをなくすっていう。まあ、これも反戦の思想の、なんていうか、到達点の一つですよね。
っていうものが描かれたりしています。合体、あの、だからアイドルが好きだとか、僕たちがなんていうか、アニメが好きだとか、ロボットが好きだとか、そういう気持ちってのは、反戦というか、まあ、肯定すべきことであり、反戦的な活動にもつながっていくんだっていうような意味合いが非常に、含まれています。なので、こっち側で線書かなかったんですけど、どっかで線引いてたかな。二つあって、超時空要塞マクロスっていうのは、この後映画化されて、愛を覚えてますかっていう、映画になりますよね。これは割と有名だと思うんですけれど、この時になんていうか、民名が歌を歌いながら、とんでもなく巨大なボドルザーっていうのを倒すという話をやるんですけど、あそこら辺のなんていうか、矛盾っていうのは面白いですよね。なんていうんですかね。本質的に言えば、歌や、なんていうか、なんてことないラブソングやら、そういうものを、なんていうか、好む気持ちっていうのは、ここでなんていうか言葉では、プロトカルチャーっていうのが使った文化っていうのに、ここで出てくる戦いかしか知らない、ゼントラーディ軍たちは、恐れおののくんですけれど、それはどういうことかっていうと、文化っていうのはそういうものを超越できるものなんだと。うん。戦いをなくせるものなんだっていう文脈で、マクロスっていうのは語っていこうとするんですけど、ある種、なんだろう、いろいろか、天使が倒せないって言った理論と被るんですけど、逆に歌が兵器化してるんですよね。そうだよね。これ完全に兵器ですもんね。完全に兵器。でも、言いたいことはわかるでしょ？うん、すごいよくわかる。本当は歌の力は争いをなくせるんだっていう、ことが言いたいわけでしょ？まあ、だから俺は争いをなくすんだパンチみたいなやつですよね。そうそうそう。でも、愛を覚えてますかとかを見ると、もう兵器とかしてますし、実はここでちょっと書いてるんですけど、書いてあった。よかったよかった。OVA で、まあ、メガゾン2、3でちょっと置いておくとして、マクロス2っていうのが、OVA で作られるんですけど、その時はもうなんか、民命アタックっていう言葉があるんですよ、作戦名として。あったあった。なんか、覚えてる。覚えてますよ。民命アタックだ。民命アタックっていうのが出て、お互いに民命アタックやり合ってるっていう状態になるんですよね。で、それはいかんっていうことで、ちょっと今回細かく喋りませんけど、本当の本当に歌で、争いをなくすっていうところに到達するから、マクロス7はかなり重要ですね。マクロス7って作品が生まれるんですよ。うん、それはやっぱり最初のマクロスというのの意図っていうのは、そこにあるんだってことを指し示してると思うんですけどね。ネッキバサラ君っていう人が、あれミサイル持ってないんですよね、本当に。スピーカーしか持ってないんですよ、あいつ。なんか、敵に打ち込むのスピーカーなんですよ。そうそうそう、これ見てないんだよな。あ、そうですか。敵に打ち込むのスピーカーなんですよ。で、俺の歌そうそう、これすごい見なきゃいけないとずっと思ってるんですけど。力技で、今言ってる反戦をやりきってますね。うん。ごめんなさい。ちょっとこれ色つけなかったんですけど、もっと大きな成果と見ていいと思います。あんだけ力技でやりきったら。で、うん、そういう具合になってるんですよね。あ、いやね、僕ね、これはね、すごい面白い作品だと思っていて、はい。なんていうんだ、こう、ウッドストックとかですね、はい、まあ、いろんな、まあ、ジョン・レノンに代表されるように、歌が世界平和につながるんだと、争いをなくせるんだと、はい、貧困をなくせるんだ、みたいなことを、こう言っていたんだけど、全くそんなことなくて、むしろそういうことを覆い隠すだけの機能にしかならなかったというのを、はい、まあ、通説に反、まあ、だから要は寄付とかって、はい、募金とかってほとんど全く開発経済学的には逆の現象を起こすんだよってことが分かったっていうことで、はい、まあ、U2 のものとかはそういうのはダメだとこういうふうに思ったわけですけれども、はい、芸術家って基本的に大嘘つき、で特に音楽家ですね、大嘘つきかつ非常に多分平和にとって害であることしかできない人たちというのが、はい、多分まあ現実的な事実なんですよね、はい、なのにみんな盛り上がるんですよ、うん、っていうふうに言い切っちゃっていいのどうなのっていうのは多分ねすごくこう人類の文化の中ではすごい悩ましいんですけど、まあ、はい、経済学的な視点から見るとほぼそうだよねっていうふうに言えちゃうんですが、はい、みたいなところのところって多分まだなかなか答えが出てない議論だと思うんですけども、はい、これマクロス7って僕すごくそれをすごくこの川森さんってものすごいなんかぶっ飛んでる
設定をしていることによって、なんか そういうことに対するなんかそういう答えを探そうとしているところがすごい作品が多いんだなと思ってるんですけども、そうですね、まあまあ、ちょっとすみません、これはちょっと個別の話なんですけど、もうあとちょっと10分ぐらいで終わらせたいと思うので、はい。ちょっとここら辺で、いや、終わっておこうかと思います。あと言うと、まあ、そういう具合になんていうか、まあ、多分マクロスとですね、これ、この後オーガスとかサザンクロスって超時空シリーズとかつながっていくんですけど、こちらは、どんどんポシャっていくんですよね。オーガスとかいい作品なんですけど、まあ、ちょっとやめておくとして。で、オーガス、サザンクロスの後に続けるつもりだったメガゾーン2-3とかが OVA 化していく。で、マクロスをやりながら、マクロス7につながっていて、実は、その後の、マクロスフロンティアとか、そういうものにもつながっていくし、アクエリオン、創世のアクエリオンとか、そっち側の方にもつながっていくっていうところが、川森さんの話としてはあります。これは、今回は、割愛と。そういうルートは今回は割愛と。ただ、まあ、あと一つ、二つ、三つだけ挙げておきますと、気候漱石もスピーダーっていうのがあって、これもなかなか素晴らしい作品なんですけれど、まあ、ちょっと打ち切りみたいにして終わってますね。で、あと、特捜機兵ドルバック、これをリアルロボットに入れるかどうかっていうのは迷ったんですけれど、というのは、リアルロボットとして認識してる人も少ないかとも思ったんですけど、パワードアーマーっていうですね、量産型のロボットが出てくるんで、まあ、こちらの中に入れています。ちなみに、この物語っていうのは、1999年に、なんていうか、まあ、敵のラスボスっていうのがやってきて、まあ、人類を滅ぼしてしまうというか、違ったかな。まあ、とにかく1999年ネタっていうのが、そんなくっつける必要もないのに絡んでいる物語になってます。そこら辺から、なんていうんですかね、ノストラダモスの大予言とかの影響力を感じてください。それから、銀河フィオルバイファム。これは富野さんが企画したやつで別の方が作ったんですけれど、芦田豊さんはキャラデザ止まりかなとかなんですけれど、なんていうんですかね。かなり名作劇場的な作品で、これも良質な作品ですね。15少年漂流記を模したロボットものという形になっていて、そのドラマっていうのはなかなか、重要なものがあります。ただ、リアルロボットのメインストリームとしては、富野さんと高橋良介先生、まあ、あと、川森、マクロス系の川森先生とか、そこら辺が主導になっていくかなというふうに思ってます。というところで、すみません。30分のあれで、今回はちょっとここで終わっておこうと思いますけれど、つまり、かなり残ってしまったんですけれど、今、話したところは、ガンダムの枝葉の方で、メインの幹は当然、富野さんのイデオンなり、まあ、ここでは並びとしてザムングルっていうのを入れてますけど、ダンバインなり、エルガイムなり、ニュータイプロンとしてのゼータガンダムなりっていう話になっていくので、次回は、本当に、富野さんの物語っていう、富野さんがどういう物語をやっていったかっていうところを、話していく形で終わっておこうと思います。あれですよね。はい、ちょっとじゃあ簡単にまとめたいと思うんですけど、はい、今日はだから物語マインドマップのチャプター3の A パートと、はい、で次回、はい、物語マインドマップチャプター3の B パートがありますよと。そうですね。でタイトルとしては龍太寺の悲願、ね、富野から庵野に至るロボットアニメの20年という形で、はい、まあ龍太寺のアーキタイプ、物語類型というものが、はい、善悪二元論的な善と悪の対立になっていって、はい、で、まあ、それに対する一つのルートを前回の善悪逆転の話で見たんだけれども、はい、そうでないルートとして、富野さんの、機動戦士ガンダムの、こちらのルートが、まあ、あるんですけれども、はい、まあ、その話を軸に今回というか、このチャプター3を話されるんですが、はい、それは善と悪が、相対化していって、群像劇していく中で、はい、ロボットアニメというふうなテーマの中で、生まれてきたスーパーロボットと、まあ、リアルロボットと、まあ、いろんな言い方はあるんだけれども、はい、その中のリアルロボットの中の、全体像を、まあ、多分今日は、俯瞰をしましたと。で、その中の本筋である、
イデオンから、はい、ザブングルダンバインに至る、富野義行さんの、ルートというのを、B パートで、話していきますよというふうな流れで、はい、よろしいでしょうか。そうですね。そういうことになります。まあ、もう一つ言っとくと、リアルロボット時代って言って、リアルロボット時代って言われるぐらい、こういうものがたくさん作られたってことは覚えておいてください。それは受けたということです。この、単純に善悪に、この、単純に善悪二元論の話をするよりも、そうじゃない群像劇の物語が、この時代に受けた。だからたくさん作られたってこともすごく重要なファクターなんで、そこは覚えておいてください。受けたんですよ。うん、で、その中で富野さんがどういう物語になっていったかっていうことを話していきたいと思いますので、そういう感じで今回終わっておきます。すみません。はい。かやさん、どう、なんかありますかっていうか。これ、僕、タイトル考えるときに、はい、20年って勝手にしちゃったんですけど、本当に20年なんですかね。大体、ですね、マジンガー Z が72年スタートだったと思うんで、そこから20年で92年ぐらいまで行きますよね。はい。で、正直言うと、要するにエヴァンゲリオンの1995年まで行きたかったんですけど、そうすると23年って言い方になりますよね。話聞いたときに。中途半端ですね。はい。23年って言い方は別にしなくていいかなっていうふうに思ってるんで。わかりました。はい、だから、ここの言う20年っていうのは、マジンガー Z の1972年でいいんですよね。そうです。72年から僕は数えました。ね、から、エヴァンゲリオンの1995年までの23年間の中にある、ロボットアニメ、うん、スーパーロボット、リアルロボット、まあ、様々なものがあるけれども、その大きな流れの中を、今、話をしているということでいいんですね。そうです。定義としては、はい、まあだからこれを23年にするのか、タイトルを20年の20年というのを削除するかはまた、まあ、今後考えるとして、はい、まあそこの話を今していると。そうなります。はい、はい、乗り込んだロボットっていうのが流体時としては重要だと思ってんで、がマジンガー Z を非常に重要視してカウントしていますと思ってください。はい。はい、ではそんな感じで今回終わってきますので後半の部分についてはまた告知しますんで、そういう形でよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。